はい、というわけでね、24日目の朝を迎えておりますけれども、あいにくの雨で、この間購入した木陰を利用してますけれども、風が強くて、果たしてこれが役に立つのかどうか疑問です。とりあえず今日のゴール浜田まで頑張りたいと思います。ご覧いただけますか、今回の旅で初めて見る日本海、すげー。はい、というわけでこちら海岸まで降りてきました。でも全然しょっぱくない、全然しょっぱくない。衝撃。なんと広島からわざわざ高速バスで、浜田駅まで来ていただいて、浜田駅からレンタカーで駆けつけていただいて差し入れをいただきました。やりました。いや、なんでやってるんですか。いや、いや嬉しい。嬉しいですか。ありがとうございます。そしてなんとお揃いの椅子まで用意してくれました。イエーイ。はい、というわけで本日の正式なゴール浜田駅に到着です。はい、というわけでまたやってしまったのかもしれません。浜田城跡っていうのを見つけたんで、ちょっとずっこけようかなと思ってスポット探しに来たら、こんな道になっちゃいましたね。こんなとこお城作ります。こちら浜田城跡です。いや、そしてちゃんとした道あったじゃん。はい、こちら日本海の荒波ですね。これはすごい。はい、そしてこんな何もない感じのところに突如現れるこちらアクアスという水族館でございます。ちょっと覗いていきましょう。入り口だけ急にこんな近代的な建物出てきてビビりますね。むっちゃ綺麗。はい、こちら郷の川でございます。ちょうど電車も通ってますね。すごく大きな川です。はい、というわけで当初のゴール予定でした黒松駅到着しましたけれども、いや、周りなんもない。危なかったですね、マジで。まだまだ先の湯の津駅目指したいと思います。やっと着きました。はい、というわけで本日のゴール湯の津駅です。お疲れ様でした。はい、というわけでこちらがですね、石見銀山へ続く、町並みの様子ですね。大森地区といったところなんですけれども、なんか素朴な風景が並んでて、はい、ちょっとこう懐かしい感じしますね。小学校も、これ体育館ですか。これ小学校。いや、雰囲気ありすぎ。いや、歴史感じさせすぎじゃない、この神社。はい、こちらご覧いただけますでしょうか。坑道がね、見えますね。こちら清水谷精錬所跡でございます。はい、ここで銀を綺麗に精錬していたんですね。いや、この林道の感じ、
この季節ぴったりだと思いますね。はい、こちらが福神山マブです。この坑道の先に銀があるのかな。というわけでこちらが龍源寺マブ、昔の坑道ですね。この中に入って銀取ってたんですね。はい、こちらが坑道入り口ですね。土壌注意って書いてあるんですよ、これね。うわ、めっちゃ涼しい。すげえ、こん中入ってたんだもんな、ね。江戸時代の人がこうねガリガリやって作って、いや雲いたんよ。はい、こちらは、出口へ向かう道、最新の、トンネル技術で掘られた道でございます。いや、この間タイヤ変えたばっかだと思ったのに、パンクしてしまいました。はい、というわけで本日のゴール大田市駅到着いたしました。はい、というわけで、大田市駅より、徒歩、1時間弱、ロード銀山という、道の駅に到着しました。本日の寝床はここにしたいと思います。そして向かい側にはコンビニがありますよ。いや便利。さあ、というわけでこちらがですね、国引海岸大橋のモニュメントでございます。この橋を渡って出雲大社へ向かうわけですね。はい、というわけでこちらがですね、旧大社駅でございます。はい、こんな感じで駅員さんの制服も紹介してありますね。はい、中はこんな結構広いですね。はい、そして駅構内はこんな感じです。こちらが改札口だったでしょうか、結構大きいですね。というわけでなんと中学の時の同級生が出雲まで来てくれました。イエイというわけでこちら出雲大社到着いたしました。はい、こちら大黒様らしいです。いやー、こうね、やはりこう霊剣新たかと言いますか、ちょっとこう身が引き締まる思いしますね。有名なでかいしめ縄でございます。出雲大社といったらやっぱこれですよね。神様、はい、やはり出雲といえば出雲そばですよね。こちら八雲そば行ってみましょう。はい、というわけでこちらが五色割子です。本日の、ゴールでございます。はい、こちら出雲市駅到着でございます。いやー、なんだかんだで、いや今日も疲れましたね。お疲れ様です。